おお、すっごい盛り上がってる。お客さんが超満員だね。ワクワクする。いやいや、はしゃいでる場合じゃないだろう。ちょっと通してください。トリックスターです。これから対戦があるんで道を開けてください。舞台まで道が開けた。エクソダスだね。うわあ、拍手の音が爆撃みたいだよ。ちょっと緊張してきた。決勝戦はこの日じゃないにしても、準決勝から雰囲気に慣れとくのも悪くないだろう。声援と拍手を何倍にも何十倍にするのが俺たちの使命だ。張り切っていこうぜ。さて、俺たちの対戦相手はと。遅いぞお前ら。対戦に遅刻しかけるとは何様なんだ。呼び捨てにすんな。先輩だぞ。っていうか、可愛いって言うな。あれ、ニト先輩、準決勝の相手はニト先輩たちなんですか。しとけよお前ら。やるからには勝ってやりにゃやにゃ。相変わらず神々ですね。おや、ウッキーってナズナと知り合いなんだ。むしろこっちのセリフなんだけど、ニト先輩はうちの放送委員長なんだ。明星くんも顔見知りみたいだね。不思議なご縁だね。ニト先輩、今日はよろしくお願いします。ん？お前は礼儀を知っていてよろしい。苦しゅうないぞ。表を開け。とはいえ、放送委員長としては小言を並べてやりたいけど、たるんでるんじゃないか、まこちん。準決勝の舞台が行動だって情報をすぐキャッチできなかったから、そうやって慌てることになったんだろう。俺はちゃんと胃の一番にたどり着いてたからな。
耳が痛いです。ほんと感服しちゃうな。僕ももっと頑張らないと。放送委員会って諜報組織か何かなの？ナズナのユニットが対戦相手ってことは、ハゲオシ先輩、お待ちしておりました。ずいぶん遅いからとっても心配しちゃいましたよ。死ぬの。そっか、お前も準決勝まで勝ち進んだんだな。偉いぞ、よくやったな。よしよしよし。ハゲオシ先輩たちも頑張ってるって聞いて、僕も頑張らなくちゃって思ったんです。よく頑張ったな。偉いぞ。胴上げしてあげる。わっしょいわっしょい。わーい、ハゲオシ先輩が喜んでくれて僕もとっても嬉しいです。お前ら仲良しだな。はじめ、そんな調子で対決できんのか？準決勝では敵同士だぞ。まあまあいいじゃん。一回くらいは和気あいあいとした対決があっても。食べてないで準備した方がいいっすよ、トリックスターの先輩方。あんたたちが遅れたせいでもうライブの開始時刻ギリギリですからね。会場も俺たちももうバッチリ温まってますからね。ご忠告痛み入るよ。お前、北斗の部活の後輩だったな。どっかであいつを見かけたか？DDD が始まってから一度も姿を確認できなくてちょっと不安なんだけど。心配しなくても、北斗先輩はしっかりどこかでご活躍されてるはずですよ。
だ。一度対決から対決への移動の途中でチラッと見かけたんですけど、北斗先輩、俺に気づかなかったみたいです。あんな先輩初めて見ました。うつむいて暗い顔して。何があったんですか？どうして急にトリックスターのみんなと別行動するようになったんです？それは俺たちの方が聞きたいんだけどな。人の心配してる場合じゃないだろう。お互いにお前らがどれだけ成長したか確かめてやるよ。ほっほう、生意気だな二年坊主。だけどな、俺たちラビッツも伊達に準決勝まで勝ち進んできたわけじゃないぞ。フルメンバーじゃないそっちの方こそ足元ぐらついてるくせに。おっしゃる通り、胸を借りるつもりで対決させてもらいますよ。いい勝負をしましょう先輩。礼儀正しくなるな。お前はやりにくいだろ。もっと生意気でいろ。まあ悔いの残らないようにお互い頑張ろう。勝負だ。すごいな、ラビッツのみんな表情に自信がみなぎってる。以前とは段違いに迫力が増してる。シノノすっごい努力したんだろうな。ライブの後泣き崩れるしかなかった。あの S1 から立ち直って仲間と絆を紡いで、自信をつけて技術を研磨して満を持してこの舞台に上がってきた。本当の本気で油断はできない。消えるわけにはいかない理由がある。何より成長したシノノンたちと戦えるのが嬉しい。生徒会長もこんな気持ちなのかな。後輩たちに背中を追われながら最前線を突っ走るだとしたら、それって結構幸せなことじゃん。少なくとも俺はすっげー楽しい。フェアプレイで勝負して俺たちの実力を試してやる。そして必ず勝ち進む。生徒会長が
そしてきっと北斗が待ってる決勝戦。さあ頑張るぞ、一直線に次のステージまで駆け上がる。